売れまくって異例の重版が決定したと。雑誌であるんだ。アンアンではこれ 2度目なんだって。48年間の歴史で。48年間の歴史ね。ってことはですよ、どれ1回目2度目1回目でってことは誰だろう。1度目すごい人もある。1度目あるんですか。この方です。ええみんなまだ6人でね、やっとできたけど、超桜井1人で。超桜井で洗いだな。体で売ってますんで、すいません。桜井翔くんが桜井くん、桜井翔くん第1位、桜井翔。圧倒的な勝利を収めた一番の理由がこちら。出てきた。あのアーのボディ見たらなんかちょっとね、うちのおかま大興奮して、あの1冊しかなかったのを2人で奪い合って買ったぐらいだから。何冊買った。家はもうあの山積みです。今日は2冊買っちゃいました。保存用と鑑賞用と。自分用2冊と周りに配り用で5冊ぐらい買っちゃったのよ。というわけで第2レースの優勝は桜井の仕様でした。すごいね、あの写真ね、ヌード写真ね、ね、写真ね、すごいなあれね。びっくりした。あれ掘れるよね。